どうも、こんばんにちは、ホビードアです。ジャンク、プレイ再開していきたいと思います。ちなみにこれ、ステージが変わったかどうかよくわからないんだよな、このゲーム。ちょっと待って、おーおーおー、危ねえな、おめえら。こう、若干適当なところを打っていても当たるんですよね。こう、敵を正確に当てなくてもなんとなくで当たってくるんですね。まあ、そこら辺の配慮はゲーム側としては面白いと思うんですけど、こう爽快なんですよね、やりやすくて。あ、落ちると一撃死ってことか、気をつけないと。こう撃つと終わり、もしかして大丈夫か。撃ってね、とりあえず死ぬかなと思ってやってみないとな。このゲーム、そういえば死んだらチェックポイントってことなのかな。まだ一回も死んでないんだけど、おそらく偶然。おお、なんだこれは、危ないぞ。外してしまった。とりあえずダメージは与えられただろう。とりあえずでかいやつ倒せればあとは大丈夫。よし、結果オーライ、行こうぜ。しかし斬新なベルトアクションのタイプですね。こうベルトアクションってこんなにコンボが決まるゲームは少ないんですけどね。あと大体ベルトアクションって画面こういう 2D 上だけど、こういう感じ、マリオみたいな 2D って言えばいいんでしょうか。アクションゲームのような 2D 画面ではなくて、ジャンプとかができないような画面なんですけどね。このゲームは斬新ですね。ただこのゲーム、どうやら、まあマークオブザ忍者を作ったところのゲームなのですが、初めて作ったゲームなのかな。なので、何箇所か問題があるのかもしれないですね。この、例えば、さっきも言いましたけど、俺がおかしいと思ったのは、ステージをクリアしたかどうかがいまいちわからないところとかですかね。もしかしたら単純にステージをクリアしていないだけなのかもしれないですけどね。ただ倒した敵の数とかが表示されているので、俺個人的にはクリアしたような気がするんですよね。どうなんだろうね。実際のところそういうのは後でわかるので、とりあえず今は気にしなくていいだろう。グレーネードがこっち当たんないのがいいよな。危ねえからな。お、やっと回復が出たぜ。もしかしてあんまり HP にダメージがないときってあれ出ないようになってるのかな、実は。よし。あー、痛い痛い痛い。痛い痛い。ビッグボーイって名前なのか、こいつ面白い名前だよな。こいつらに対してはこのヘビー攻撃がってっぽいけど、あまり当たんないぜ。当たんない隙が大きいんだよな。おお、危ねえ。グレネード、おっと、防御がなかなかうまくいかない。たまには使わないとな。おっと、あ、やってしまった。まだやらなくてもよかったのに。デカブツに対しては有用なようなんだが、このショットガン。しかしこいつら防弾チョッキでもつけているのだろうか。撃っても撃ってもなかなか死んでくれない。通称ゲームの都合であるが、スイッ
やってしまったか。やってしまったな。初志望がまさか落ちて死ぬとは思っていなかった。なるほど、これがチェックポイントということか。というか死ぬとこうなのか。あっさりしているな。こうなんだろう、コンティニューしますかみたいなのもないですね。飛ぶない。ただアクションは爽快だ。よし。いや、あれを壊すまでもなかったんではないか。シャンク、シャンクっていう名前なのかなこいつ。やってしまったか。おお、ギリギリ危ね。おお、グレネード。なぜか斜めに撃ってしまう。なぜだ。はい、どこ。スイヤ。よいしょ。ちなみに勝手に落ちてくれる。掴み攻撃中は敵がこちらに攻撃しないんだろうか。そしてこの軍隊さんはなんでこいつを襲っているんだ。まあ覆面レスラーをいきなりな言ってチェーンソーで首買ったんだからな。そりゃ危険人物だと思うけど。おっと、危ねえとか言おうとしたけど普通に当たったぜ。ボス戦だろうか。 HP 回復用のボトルが2つもあったからな。なんか軍人さんの偉い人っぽいのが来たぜ。なんだバギー、ちょっと回復。いやいやー、やってしまった。いや、思い切り外したぞ。いやいやいや、おお、出てて痛い痛い。いや、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 思いっきり何発も外してしまったが結果オーライだろう。おっと、間違えてスタートしてしまった。グレネードだ、グレネードを取らなくては。いや、このグレネードを投げてくるやつら、投げてくるやつがグレネードを落とすっぽいか、っぽいな。おっと危ない。結構ギリギリなバトルを強いられている。よし、いけた。昔のアクション映画のようだ。ギリギリだな主人公。ここから普通に歩いていくのか。お前は、お前一体どこへ向かうんだ。エヴァ、エヴァ。あ、なるほど、これで何が起きているのか説明してくれるんだろうか。過去編かと思ったら、そうですかね。これこれ、このいきなり次のステージに行くっていうのがちょっと分かりにくいですね。シームレスに続いてるってことだけど、見抜く頃が、見抜く頃がきついぜ。あいつはやりにくい。
こういうことかな。向こう側か。あ、もうちょっと上か。まずったな。いけると思ったのに。楽しいこういうの。いやー、あー外した。もう一度外したぞ。かっこよくないこういうの。何この主人公、ほんと手加減がないな。少しぐらい HP 残るのかと思ったら、ガラス片が当たって死んだぞあいつ。あるのかそういうの。あただなた、ヘビーウェポンかな。ぽいな。これか。あ、なんかこれ好きだわ。ほんとメキシカンなあれっぽいな。まあメキシコっぽいけどな。え、何引っかかってたってこと。俺無駄に一回死んだ。しかしウォレスが多いな。だからウォレスばっかり殺している気がする。何か、ウォレスってやつが多い地域なのか分からんが。いやー、明日か。いやー、やってしまった。これあれだな、このチェーンソーの方が使いやすい。そしてチェーンソーの方がちょっと流気的だ。ああ、ネズミだぜ。ネズミは殺さなくてもいいのだろうか。おそらく殺さなくてもいいんだろう。おっと、フルボッコだぜ。この2方向へ同時に撃てるっていうのは何気にいいですね。おっと、あぶねえ。あぶねえあぶねえ。ああ、防御の体勢を取れば避けられたのか。間違えてスタートボタンを押してしまった。そろそろ HP がやばいぞ。誰か回復薬を落としてくれないだろうか。お前はノーサンキューだ。やばい。すいや。よし。ナイス。しかし、でかいやつが落とす傾向にあるな。あ、か。今回は多いな。ああ、危ない。本当に危ない。よいしょ。回復はしっかり取っておかないとな。あっちなんかあるのかな。まあいいや。ああ、あっち行かないといけなかったのか、もしかして。でかいのはフルポップにできる間にフルポップにしないとな。おお、危ねえ。無駄な一撃を食らってしまった。しかしまたボレスか。ボレスが落ちた。ちょっと早めに飛んでしまったかな感はあったけど、まあよしとしよう。いったなら俺的には問題はない。スイッヤッと倒さなくてもいいんじゃないか。実はグレネード困った時のグレネードでないけどね。何ここ寒いってこと。
銃にリロードがあるっていうのはよくできてますよね。これ多分リロードないとずーっと撃ってるで。おお危ねえ。よっさ。しかし一つだけ突っ込み入れさせてもらおう。あれだ、アクションがノンストップすぎて実況がほとんどできてねえじゃねえか俺な。間違いない。皆さんぜひこのゲームプレイしてみてください。すげえ面白いっすよ。ただ実況がしにくいぜこれ。あ、ちなみに私は 2D ゲームこういうタイプのゲームが大好きなので本当結構我を忘れて今やってるんですけどね。面白いっすよ。ちなみにこのゲームどうやら2があるらしいんですよ。どうなんだろう、2はあれマークオブザ忍者の後で出たゲームなのでだいぶ進化してるのかな、どうなんだろう。ほ、ぽいんですよ。俺どっちが先だったか分かりませんよ一応。あーやっぱ取れねえか。殴られたほんとでっかいやつだな。これでやないと厳しいな。あー殴られる。おー回復が適度に出てるんですね。ちなみに穴に落ちた以外まだ死んでないんですよね。ギリギリですけどね。よいしょ。ステージも結構工夫してありますよね。アクションがずっと続くゲームなので、なんだろう、ちょっと工夫をしないとずっとバトルでメリハリがないので、こういうのがあるのはいいですね。ボス戦がまだ2回か。どのぐらいあるのだろうこのゲーム。ずっとステージが続いてるので、もしかしてこのゲーム短いんじゃないかなと思ってて。おお来たね。あれ前もこのパターンなかった。あー防御できないっていうか、キャンセルができないんだよな。こんなもんだろうか。あー捕まれてしまった。よいし、やってしまった。間違えた。そう、これに使えようとしたんだ。間に合わねえ。しかしこいつ HP 高くねえか。これはやられてしまった。初である。あ、これか。クソ、銃撃ってるとキャンセルができないのはどうか。やりにくいぜ。グレネードだ。あれ撃ってどうしろって言ってたんだ。こちらの壁登れるよな。乗ってもどうにもならないや。くそ、掴みになってしまった。なんか上を打てみたいなことを言っていたけど、まあギリギリだ。とりあえず一回アウト。なんて書いてあったかよく読んでみよう。クズダミサベトルルルバチャル。どういうことだ。
よし、ダメだな、全く分からん。こうやって倒すんじゃないことは分かったけど、あ、これか、なるほど。なるほど、なるほど、これであいつがあれをやってくるまで待ってってことか。なるほど、道理で時間がかかっていたわけだ。実は意外と簡単なやつだったんだな、こいつ。おっと、捕まれてしまった。これで終わりだ、バッチャー。俺はグロイズ。これどうするんだ、主人公。カサンドラ、やはり何かに復讐をしに行っているような感じだと思うんだけど、何なんだろうな。あの、誰かを刀で脅したからな。剣、刀ではないけど、奥さんだったんだな。 I'm looking for Cassandra。 私はカサンドラを探している。そしていきなり始まる戦闘、いつもこんな感じや。といったところで今回はここまで。ではまた次回。ホビドワでした。どこへ向かうんだこの主人公は。